沖縄から来ました。聞いてください。咲かせましょう。ドリームプロデューサーに与えられた課題、それは2日間で新曲を作ること。表情だったり、伝えたい気持ちっていうのがどっかで欠けてるのかなって。伝えたいのは三線が持つとてつもなく大きな包容力。もっと面白いから、もっとなんか興味が湧いてくるような演奏ができる、やりたいなと思います。三線奏者が掲げた大きな夢、今マールボロゴールドとともに進化を始める。プロジェクトイグナイトに参加するため沖縄から東京にやってきた三線奏者。到着してすぐに課題として与えられた新曲作り、そのイメージを膨らませるために都会をさまよう。こだわりたいのは自分を変えないこと。そういう悲しみとか苦しみを心の支えになるものが三線だったから、歌と三線で悲しみを乗り越えましたみたいな。与えられた課題に全精力を傾ける、今それしか道はない。花と歌を今こう例えてこうやってるんですけど、それをそれぞれがやっぱりこうくっつける作業というか、最後の授業だけちょっとできないんですよね。東京に来てからの2日間、ホテルにほとんどこもりっぱなしで曲を仕上げる。立ち止まっている余裕はない。三線奏者義母和也、ドリームプロデューサー倉本満との約束の場所に向かう。歌は完成したのか。沖縄から来ました。聞いてください。くだかすりさーさー。一曲目に選んだのはこれまで歌い慣れた沖縄の方言のみの歌。一人でも振り向かせるために懸命に歌う。しかし名も知らぬ者が聞いたことのない言葉で表現する演奏に足を止める者はいない。そして2日間考え抜いた曲を披露する時が来た。昔誰かが作った歌を誰かが歌って、ありふれた言葉で飾ることなく特別な思いを込めた。龍花の種、事前に吹き込んだギターの伴奏とともに今の気持ちを芽を出す前の種に例えた。水撒いて、あ、名前もない小さなその芽に一つつぼみができました。咲かせましょう、咲かせましょう。あの世の切なさ、そしてこの世の喜び、そのすべてを包み込む三線の世界を義母和也の言葉で表現した。世界中に悲しいことも嬉しいこともかき混ぜろ。悲しいことも嬉しいこともかき混ぜる、そんな沖縄文化の魅力を盛り込んだ。それ2日で作った。はい、ここまで持ってきたか。いや、影響かと思うわ。昔からその伝わってるその、まあ、誰か作ったか分からないようないい歌がたくさんあるので、そういうのを伝えたいっていうのと、自分のオリジナルの形で伝えたい。全然分からへんところで、もっと分からへんところ、世界に広めたい、世界一になりたい人間がいっぱいおるところに行って、でそいつらの熱気みたいな感じで、あ、俺これではまだまだ全然パワー足りへんなみたいなことを実感した方がいいと思うね。ニューヨークがいいかなと思って、絶対やってほしいのは向こうのストリートミュージシャンとセッションいっぱいして。義母和也、
沖縄県石垣島出身の三振奏者、三振の魅力を世界に伝えたい。プロジェクトイグナイトが新たに用意する舞台はニューヨーク。果たして今の自分がどのくらい受け入れられるのか。現在地を知るための旅に出る。まあ、ストリートセッションしてるんですね。今ぶつかりたいですね。かっこ悪い三振は見せたくないですよね。